カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。はい、町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。町山さんと矢口さんは初めましてですかね。初めましてですね。初めまして、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あの遅ればせながら私、うん、先々週のメイディセンバー見てきました。お、ああどうした、はい、あの私なぜこのタイミングで話すかというと上映館少なくなってきてるんでリスナーさんに見てほしいんですけど、うんうんうん、面白かったです。やっぱりもう恋してる人間の大げさな人生の表現っていうのが、ね、確かになんかな扱ってる事件の内容とかシリアスなんですけど、あの、はい、かなりコメディに近いものを感じました、ね。本人たちはドラマの主人公のつもりですけど、そうなんです、他から見るとなんだろうって話ですね。そうなんです。ぜひ皆さん上映館減ってきてるんで見に行ってください。そして先週はですね、アメリカの大統領選挙直前に日本で公開されます、10月4日に公開予定のアメリカの近未来を舞台に分断や内戦を描いた映画シビルウォーをご紹介いただきましたが、はいはい、昨日は日本でもバイデンさんが大統領選挙への撤退を表明されたことを大きく報道されましたが、はい、現地アメリカではいかがですか。はい、はい、まあ副大統領のですねカマラ・ハリスさんが、うん、まあ、大統領候補になるだろうと言われてるんですね、はい、バイデンさんの代わりに、うんうん、カマラ・ハリスさんはねうちの近所の出身の人なんですよ。はい、うちの本当歩いて行けるところです、はい、うんうん、はい、だからもうこの街はねめちゃくちゃ盛り上がってますけどね。やっぱり地元っていう空気あるんですね、はい、めちゃくちゃあります。へ、はい、やっぱり地元から大統領出たら嬉しいですよね。なるほど、はい、トランプさんの対抗馬になりうるような空気はあるんですか。そうですね、やっぱり難しいですけど、一番怖いのは今回どっちが勝ってもあんまりなんかいい結果にならない感じで、まあ、トランプさんは大統領になったら自分を、まあ、あの人はこの間の大統領選挙に勝ったって言い続けてるんで、はい、ね、大統領選を盗んだ奴らに報復するって言ってて、うんうんうん、はい、でもし負けたらどうしますかってあの CNN のアナウンサーに聞かれた時に、負けたら、今回はちゃんと、ね、その負けを受け入れますかって聞かれて答えなかったんですよ、うん、わー、いやー、ねー、はい、ちょっとどう転んでもっていう感じしますね。怖いんですよ。前回はね、あの選挙の結果が気に入らないっつって議会にね、うんうん、ボートを乱入させたんで、うんうん、はい、全然懲りてないみたいでちょっと怖いですね。ちょっと怖いですね、はい、そうか、はい、はい、まあ、いろんな映画を見ながら考えていこうと思います。はい、はい、そして今日は、はい、今日はですね、うん、来週8月1日に公開される、はい、ディズニーとは、まあ、ピクサーのですね、うんうん、アニメ、インサイドヘッド2という映画を紹介します。はい、はい、すごい軽快な、はい、ね、軽快な、これ、ね、これすごいね、主人公の女の子のライリーちゃんがですね、うん、まあ、アイスホッケーのクラブに入ってて、うん、まあ、中学でね頑張るシーンで始まるんですけど、この音楽でね、はい、これねインサイドヘッドっていうのは2015年にあのアニメで公開されて、これアカデミー賞を取ってる傑作ですね、はい、それの続編です。なるほど、はい、インサイドヘッドっていうタイトル通り頭の中の話で、はい、まあ、前作はライリーちゃんが小学生だった時にですね、うん、まあ、転校でまあ学校に馴染めなくて、うん、で塞ぎ込んじゃってもう表情もなくなってしまって、うん、まあどうしようってことで頭の中のライリーちゃんの頭の中にチームがいましてですね、はいはい、それが一生懸命なんとかこのライリーちゃんを元気にしようとするって話だったんですね、うんうんうん、はい、で頭の中のチームのリーダーは喜びというね、うん、まあ、いつも喜びをコントロールしている、はい、喜びっていう感情そのものが、まあ、一人の女性になっている姿なんですけども、うんうん、それはキャラなんですね、うん、はい、で喜びの他にはですね怒りっていう、うん、もうものすごく怒ったばっかりの、うん、ね、怒りの感情とですね、うん、あと、まあ、これは恐れの感情ですね、うん、だから怖がってばっかりいる人、ビビリっていう名前に日本語ではなってますけども、うん、まあ、恐怖心ですね、うん、それと、これね英語ではディスガストって言うんですけど、嫌悪、なんだろうな、日本だとムカムカって名前になってる、うん、キャラクターがいて、
日本だとね、あのおしゃれな女の子のキャラになってて、はい、あのあいつ嫌い、あいつ嫌って言ってるキャラなんですね、うんうんうん、はい、その嫌悪感ですね、はいはい、それと悲しみっていう、うん、まあもういつも悲しんでるキャラクターが頭の中にいて、ラリーちゃんの、うん、で、それぞれのまあなんていうか感情をコントロールしてるんですが、それぞれの 部品みたいな形でね、うん、はい、チームですね、はい、メンバーですね、はい、はい、はい、で、前回はそれでなんとかその、転校してうまくいかなくなったラリーちゃんを元気づけようとして、喜びがその、もう喜ぼう喜ぼうって言うんですけども、うんうん、悲しみにコントロールされて、うん、まあ、感情を失って外側では顔がですねほとんど無表情になってしまうというね、ラリーちゃん自身がという話で、まあ、それを克服したんですけど、チームワークで、うんうんうん、で今回2は彼女が中学生で、ほう、まあ、高校受験という時なんですね、うんうん、はい、で彼女はアイスホッケーで、まあ、高校に行きたいんですね、うんうん、スポーツでね、はいはい、でそこでいろいろとですね、思春期独特の新しい感情がライリーちゃんの頭の中に入ってくるって話なんですよ。なるほど、素晴らしいなと思いました。矢口さんは、はいはい、あの1を見慣れてるんですって。で2も本当に楽しみだったんですけど、どんな内容なんだろうと思って予告編を見たら、はい、この新しい感情たちが、はい、なんかまさにこう大人になる時に芽生える感情たちというか、はい、はいはいはい、すごいなピクサーって思いました。本当に ね、うん、なんか感情自体が新キャラになって登場するってことですもんね。そうなんですよ、はい。まあ、これもともとね、前作はピーター・ドクターというその監督自身が、うん、その、娘がいて、はい、でピクサーに入社した時に、うん、まあ、転校してきたんですね、田舎から都会に、はいはい、そうなんだ。そうなんです。そしたらなんか馴染めなくて、で、まあ、病院に行っていろいろ相談した時に、うん、先生たちが実は脳の構造ってのはこうなって、人の心ってこうなってるんですよって教えてくれて、じゃあそれアニメにしようと思って、いやすごいアニメにしたんですね。実体験というか、はい、自分の子供の体験を書いてたんですね、はい、そうなんです。もうだから本当に、ね、あの精神医学とか心理学の先生が、うん、あのサポーターでついて、はい、だからこれ勝手にアニメーターの人が作った話じゃなくて、ちゃんとしたあのお医者さんたちが、コンサルタントしてるんですよ。へー、なるほど、すごい、はい、そうなんだ。なんか私その1を見れてないので、うん、どんな感じなんだろうって思ってたんですけど、はい、なんかあんまり美談で固められてそうでもなくて良さそうですね、その専門家が言うと。すごいですよ。そうそう、ずっとキラキラだけじゃないですよね、うんうん、そう、深い、結構これはやっぱ深いなって思う。そう、ね、そうそう、キラキラしてるのは喜びっていうキャラクターで、うん、はいはい、だからまあちっちゃい頃、子供が本当ちっちゃい頃って、それこそ4歳とか5歳の頃って、うん、キャ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 喜んでるばっかりで、うん、いつも楽しそうじゃないですか。楽しそう、基本的に、うん、ね、うん、でもだん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 成長していくと、複雑な感情が芽生えてくるんですよ。確かに。で、ね、キャキャ喜んでるだけじゃん。友達できたりとかね。そうそう、友達できたり。はいはい。なんか友達と喧嘩しちゃったりね。うん、で、他の子と自分を比べて、なんかすごく悩んだりとか、だんだんするようになってくっていう部分も描いてるんですけど、で、今回ね、新しく思春期で入ってくるキャラクターは何人かいて、はい、一人はですね、あの、不安っていうキャラクターなんですけども、これはだから、日本語だと何になってるかね、英語だとね、アンディザイティ、心配。日本語だと心配くんになってんだ。心配くんですね、はい。オレンジのキャラ。心配さん、うんうん。はい。で、これやっぱり、高校に入って大人になっていく上で将来どうなるだろうって不安でいっぱいになりますよね。はい。で、子供の頃はほら、その時、その時しか生きてないから、はい、先のこと考えないじゃないですか。うん。ね、その時楽しければよくて。でも、中学、高校ぐらいになってだんだん先のことを考えるようになって不安になってくるんですよね。はい、はい。そうですね。ね、あとまあ他の人はどう考えてるだろうって考えるようになるんですけど、うん、思春期だ、うん、そう、それはね、恥ずかしいっていうキャラクターで出てきて、はい、自分は他の人からどう見られてるんだろうっていう気持ちね。いや、でも子供の頃そういうことないですからね。確かに子供の頃ね、大きい声で歌ったりとか何でもなかったですけど、そう、まあ中学ぐらいから ね、誰にどう見られるとか、うん、
そう。恥ずかしのキャラデザインめっちゃ可愛いですね。可愛い。ちゃんと恥ずかしって感じの。ピンク色のまん丸の感じで。カバみたいなパーカーを深くかぶって。ね、そうそう。体でかいんですけど ね、うん。もじもじして。自分をちっちゃく見せようとしてるんですけど、うん、ね。で、恥ずかしっていうのは出てきてね。あと、いいなっていうキャラクターが出てくるんですよ。いいな。うん。これはもう、いいな、いいなって、もう人を羨んだり、妬んだりね、はいしてるキャラクターで、これも、思春期、中学生ぐらいの時出てきますよね。出てくる。あの子いいな、この子いいなってめっちゃ思いますよ。そうそう。うん、なんか、ずるいなとか思ったりね、嫉妬心が。ね。で、もう一つがね、すごくね、うんこれはまさに中学生の中二病ってやつですね。はい、はい。ダリーってやつ。ダリーあーダリダリってやつですね。マジでダリー。ね、このキャラだ。これって、今っぽいですよね、ダリーって。確かに。なんか昔って中学生ダリーってイメージなかったんですけど、うん、なんか昔の中二病はもうちょっと私のその33歳世代だと、カッコつけ方面。なんか、なんか俺は悪の使者みたいな、なんかそっちが中二病のイメージだったんですけど、なんかダリーって感覚は確かにちょっとここ最近っぽい気はしますね。やっぱスマホとかに依存したりとかしてる、うん、現代の学生のイメージというか、うんうんね、頑張るのダサい的なね、うんうん、あ、そう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 、無気力かっこいいみたいな、ね、今っぽい。だからこのね、ダリーってキャラクターいつもスマホいじってるんですよ。おー、やっぱでもやっぱ見て多分そうだと思う。頭の中にいるのにね。確かに、あ、確かに面白い、ね、片時もスマホを手放さないキャラなんだ。そうそう。で、彼女自身がそのあのライリーちゃんはアイスホッケーの選手なんだけど、はい、でもいつもはその熱血でね、頑張るぞーってやってんだけど、うんうんうん、ダリーが出てきちゃったんで、うん、あ、こんなことやっててもしょうがないなってなっちゃうんですよ。意味ねえしえみたいになっちゃうんだ。そう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 、あるある、そういう時もあるよね。でも、ダリーが目覚めてね、なんかめんどくさい子になってくるんですけど、うんうん、はい、すごい。そう、これね、僕ね、本当に面白いなと思ったのは、うん、そのライリーちゃんの頭の中にいくつか、そう、なんていうか、彼女自身の関心領域があるんですけど、はいはい、ね。で、最初の一作目は小学生だったから、うん、パパとママってすごく大きかったんですよ。うん、おー、はい、はい。今回ね、すごいちっちゃくてもう見えないぐらいちっちゃくなっちゃった。ちょっと。春季だから。ちょっとお子さんいらっしゃる二人からしたら切ない話ですよね。そうですね。でも確かに子育ては短い。うん。って言われるやつですよね、多分。短いですよ。中学ぐらいからじゃあもう親はあんまり頭の中にいないんです。そうそう。そうでもいい。ただうざいだけになる。いやー、悲しい。今を楽しもう。ね、世界がガーッとまあ広がりますからね。そうね。そっか、ね、やっぱ自分もそうだったと思う。していくのにね、道を ね、確かに。で、その一応主人公は喜びなんですけども、はい、喜びは一番大事な感情なんで、うん、人間の中のね、はいはい、大事ね。それがあるとやっぱりご飯食べてね、美味しかったとかね、うん、なんかして楽しかったっていうのがあって前に進めるんで、人生、うんうん、はい、これがなくなっちゃうと人間死んじゃいますんで、うん、で、彼女はなんとかそのリーダーシップを取ってライリーをまあ育てていこうとするお母さんみたいな存在なんですね。うんうんうん、自分なり自身の中の感情ですけど、うんうん、お母さんみたいなんですよ。はいはいはい。で、ところがその、ダリーやつとか、ね、うん、あの、恥ずかしいっていうのとか、はい、ね、そういうネガティブな思春期の感情が出てきて、うん、で、特に不安が出てきちゃったんで、うん、もうとにかく悩んでばっかりで前に進めなくなっちゃうんですよ、ラリーちゃんが。はいはい、なるほど。で、どうやったらその、ラリーちゃんを、ね、あの昔の天真爛漫で元気なラリーちゃんに戻せるかってことで喜びが格闘していくっていう話なんですよ。へー、はい。でもね、今聞いてる限りだと、うん、喜び一人ではちょっと負担がでかすぎると思います。そうね、他の今回メンバーも協力してくれないとって思ったら結構複雑な感情ばっかなんですよね。そう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 なんですよ。喜びしかポジティブな、ね、ポジティブがちょっとね。そうなんですよね、結構。そうなんですよ、全部が複雑なんだな。うん、そうだ、なかなかチームワークはできないんですよ。本当だ、確かに、うん、ね。で、チームワークはで、脳の中で感情のチームワークができないとなるとどうなるかっていうと、うん、非常にその不安定になるんですよ、彼女が。そっか、そうですよ ね、思春期で。それこそそのまあアイスホッケーの合宿に行くんですけども、集中できないし、うん、はい、カッとなったり、うん、ね、泣いたりね、うんうん、でドキドキして何もできなかったり、うん、そうかと思うと、あ、もうダリやめたってなっちゃったり、うん、はい、ちょっと逃げたくなっちゃうというか、ね、そうなんですよ、うん、
非常に不安定になっていくんで、うん、どうやって彼女を救えるかって話なんですけども、なるほど。これね、先ほども言いましたけど、前作ですごい良かったのは、はい、その悲しみがね、うんうん、コントロールしちゃってラリーちゃんを転校して、うん、そのなんというかうまくいかないと、うん、ね。で、ところがその悲しみをなんとか抑えつけようとしちゃうんですよ、喜びちゃんが。はいはいはい。そう、どんどんラリーは、ライリーは感情を失っちゃうんですね。そっか、抑えつけるだけだと、まあ、解決になってないですもんね。なってないんですよ。うん、で、作り笑いしても全然その悲しみは消えないんで、で、悲しみに自分を解放させるんですよ、最終的には。ほうほう。で、本当は転校して辛かったの、友達できなくて辛かったのって、ぶっちゃけて、はい、わーんと泣くことで、癒されるんですよね。はいはいはい。吐き出した方がいいぞと。そう。うんうん、人間ね、悲しみとか辛いのを、確かに。そう、抱えたままではね、どん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 壊れていっちゃうんですよ。そうですね。間違いない。ね。はい。だから、そういう教訓があって、悲しみも、なんていうか、人の心の一部なんだと。ね。で、それ以外の気持ちもね、実は必要なんだってことをちゃんと前作描いてて、例えばその、怒りなんですけど、うんうんうん、怒りがないと戦えないですよね。はい。そうですね。こう、焚き付けられるような感情ってやっぱ怒りがメインな気がしますね。そうなんですよね。うん、何クソっていうのがないと、はい、まあ、目の前の障害を超えられないので、うん、怒りも必要なんですよね。うん、で、あと、その、ムカムカっていう嫌悪感。はい。うん、これは実はかなり必要で、すごく初歩的な、なんていうか、現象的な感情らしいんですよ、人、はいはい、人間、生物にとって、うんうん。気持ち悪いっていうのはないと、その、例えば何かに刺されて痒いから嫌だとか、はいはい、これ食べて苦いから吐き出すとか、うんうんうん、それがないと毒にやられちゃうんですよ。そっか、生命維持する、なんか動物的な部分として必要なんですね。らしいんですよ。へー、すごい。不快なものを我慢してると絶対病気になっちゃうから、うん、はいはい、確かに不快感というのは必要らしいんですね。てかまあ熱中症ってそういうことですもんね。そう、そのそう、その通りですよ、うんうん、ね、暑い、もうこれ耐えられないっていうところでちゃんと、でもそのままにしたら死んじゃいますから ね、 ね、死んじゃいますもんね、確かに、うん、ね。で、あとそのなんでビビりっていう、なんていうか恐怖心、はい、これも恐怖心が弱いと危険ですよね。確かに、うん、ガン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 行ったら危機感持たないといけないですね、うんうん、ね、うん、崖っぷちに立っちゃいけないとか単純なことですよね、はいはい、うんうん、海に入るときは気をつけようとか、そうですね、ね、だからこれも全部必要なんで、全てが実はネガティブな感情も実際は人間が生きる上でどうしても必要なことなんだってことを前作は描いてたんですけど、うんうんうん、今回もなんとかその思春期のネガティブな気持ちとまあ、が邪魔だから、うん、喜びは戦おうとするんですけど、そのうちに、うんうん、いや、これは彼らも必要なんだってことに気づいていくんですよ。おぉ、すごい。だから、例えば、ね、恥ずかしいっていう、いう気持ちがさっきも出てきましたけど、うん、はい、その、羞恥心とか自意識がないと、うん、めちゃくちゃになっちゃいますね。めちゃくちゃになっちゃいますね。必要ですよ。ね、必要、ね。ある程度は必要なんですよね。はい、ね。で、そういうことで不安がないと、それこそさっきの、恐怖と同じですけども、うん、先を見越して考えるっていうことができなくなっちゃうでしょ、うんうんうん、ね、もし不安は、もしこんなになったらって悪い想像ばっかりするんですけど、このキャラクターのその、うん、心配くんは。はい。ただ、悪いことになったらどうしようっていう、すごく最悪の可能性も考えないと人間生きていけないですからね。うんうんうん、ね。確かに。で、ね、あといいなっていう、その、なんていうの、妬みとか嫉妬心みたいなものも、うん、これないと全然向上心が出てこない。確かに。向上心、確かに。目標を見つけるみたいなことですもんね。そうですよね、うんうん。全然これがないとさ、まあいや、俺はこれでいいやって何もしなくなっちゃうから。確かに。うん。それはまずい。うんうん、ねえ。あとね、ダリー、ダリーっていう、その、うん、ね、ダリーは、ちょっとダリー、そう、私ダリーだけちょっと存在がやばいかなって思う。ダリーって必要なのかなと思っちゃった。うん、これ必要ですよ。そうなんだ。これ必要ですよ。だってもうすぐにいろんなものに熱狂したり、はい、ね、これだ、行くぞって時に、わかりましたって言ったら、なんていうか、まずカルトに引っかかるね。あー、まあ確かに。おー。っていうか、その、それこそ、
ね、シビルウォーじゃないけど戦争とかそういうものに巻き取られちゃう、ね、あイケイケになっちゃうすぎる、うん、権力に巻き取られやすくなりそう、ね、そう、うん、そう、もう宗教とかいろんなものに、ま、あの巻き込まれて、ね、これすっと冷めて冷静になるってことですよ、ダリーは。そっか、あ、そう、冷静さって意味でもあるのか、うん、ね、熱狂に引きずり込まれないですっと引くっていう気持ちがないと、うんうん、やっぱり人間危険なんで。へえ、その辺も今回の映画に入ったりするんですか？ね、入ってるんですよ。わあ、そうなんだ。めちゃめちゃ見たい。めっちゃ見たい。最終的には全員がチームワークで、うん、ね、ライリーちゃんを前に進めるんですよ。うんうん、これだから本当にこのライリーちゃんと同じ世代の子で同じ悩みを抱えてる子も、うん、多分励みになるし、はい、うん、これからそういうお姉ちゃんになってく、お兄ちゃんになってく、うん、ちっちゃい子も見れるし、うん、確かに、で子育て世代のお母さんたちも見れるしって、ね、みんなでマジで全世代がハマるというか、そうなんですよ、すごく勉強になりましたよ、ね、あと私町山さんの解説聞いてて自分でもびっくりしたんですけど、うん、私まだ思春期かもしれない。いやでも言うよ、いや本当に、いやそれはね、いや大人はそうなのよ多分、いや人によるからそれさ。いや大人は、ね、結構いろんな感情あるから、うん、どうしよう、いろんな感情あるから、うん、俺羞恥心がすごく少なかったり、はいはい、私も羞恥心少なめです。恐怖がすごく少なかったりする人なんで、うん、そうで、ものすごくその心配が弱い人なんで、はいはいはい、私心配強いかも、ね、あ、心配強い人、うん、私はいいなと心配強いですね、いいなも強いかも、うん、ダリーと恥ずかしがびっくりするぐらいいないけど、私もないかな。多分ちっちゃいと思う。ちょっと大人も見た方がいいかもしれない。面白い、ね、こういう会話もできますしね、後に。そうそうそう、確かに、うんうん、バランスがね、あのみんなそれぞれ違うんでね、そうですね、そうでね、あとね、面白かったのはチームワークの話なんですけど、はいはい、あの全員が協力してこのライリーちゃんという子供をなんとか育てようとする話なんですよ、うん、はいはい、でこれね、おそらくっていうかもともとそうなんですけど、うん、ピクサーっていうアニメ会社でみんなで作ってるわけですよね、このアニメを、はい、ものすごい人数であの話を作っていくんですよ、みんなで話し合いながら、はい、これピクサーそのものなんですよ。なるほど、そういうことか、ね、確かに、そう、子供を喜ばせて、はい、なおかつ子供をある程度その育て上げていきたいと思うその会社なんで、うん、はいはい、そこの会議室みたいなものなんですよ。なるほど、インサイドヘッドって、へえ、はい、面白い、ね、面白い、これね、ピクサーいつもそうなんです、実は。確かに似てますよね、雰囲気というか、そう、確かに、教訓がやっぱ入ってる、うんうん、トイストーリーシリーズがありますけど、はい、大好き。トイストーリーは子供を喜ばせるおもちゃたちの話なんですけど、はい、あれはだから子供を喜ばせる仕事をしているピクサーのチームワークと同じなんですよね。うん、で、ま、モンスターズインクもそうだったんですけど、うん、はいはいはい、だ多分ね、自分たちの仕事だからうまく描けるんですよ、うん、ピクサーの人たちは。本当に実体験、俺たちもこうやってんだよな。ドキュメンタリーみたいな感じなんですね。そうなんですよ、うん、だから一部分リアルだよね、うん、そうそう、リアルなんですよ、だから、はい、みんな違う才能もそれぞれに持ってて、はいはい、でも全員が必要で、確かに全員のそれぞれの才能をうまく組み合わせて、うん、一つのアニメを作っていくんですよね、はい、うん、ピクサーなんてね、ほんとすごくてね、あの僕、あ、ピクサーってうちの近くにあるんですよ。おー、また近所に。いいなー、かっこいい、うん、ピクサー近くにあるの。すぐ近くにあって、一回見学に行ったんですけど、本当にすごいのは、歩くだけの人ってのいるんですよ。へぇ、なんでですか？キャラクターの歩きだけをやる人。モーションアクターってことですよね。みたいな。もうそれだけを徹底的にやる人、あと水の動きだけをやる人とか、はい、それぞれみんな細かく分業作業で、それで、うちの近所に住んでる堤さんっていうアニメーターがいて、ピクサーでもずっと働いてた人なんです。その人は色だけやる人なんです。へぇ、めちゃくちゃ担当でかいじゃないですか、ね、色。色はすごい大きいね。色で感情をコントロールするっていう技術をやってた人で、はい。これ歩いて5分のところで住んでますけど、その堤さんは。すごいとこ住んでますね。はい、住んでますけど、ね、やっぱりお子さんから大人まで楽しめそうですね。はい、本当に。はい、うん。もう会社の話としても面白いし ね、うん。で、親の話でもあるしね。ちょっと、はい、ワンを見てから行こう。あ、確かに改めてちゃんと。はい、うん、成長を見れますもんね、うん、またね、はい。ちゃんと改めて。はい。これずっとシリーズで作ってほしいんですけど、うん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 、僕、本当にね、おじいさんの頭の中をやってほしいんですよ。ああ、そっちも見たい。すごい、だから第5弾、ね、6弾ぐらいはいけますね。ね、もうね、こう記憶がね、どんどん、うん、何かの記憶を引き出そうとすると、なかなか出てこない。いないみたいなね。面
面白そう。いいですね。じゃあちょっと全世代間違った感情が出ちゃうんですよ。怒りとか悲しみがランダムに出てくるんですよ。うわ、いいかも。ちょっとピクサー近所なんで企画書持ってってください、そのまま。はい、直談判。直談判でお願いします。インサイドヘッドジジイ編っていうのを。お待ちしております。子供見るかな、それ。さあ、というわけでですね。子供見に来ないかもしれない。はい、皆さんに見てほしいということで、はい、なんとですね、はい、このインサイドヘッド2の劇場招待券を3組6人の方にプレゼントします。はい、いいな。ご希望の方は、connect@tbs.co.jp まで住所、氏名、電話番号を書きの上メールにてご応募ください。当選者の方は今日のエンディングで早速発表いたします。はい、というわけで、失礼しました。今日は来月1日に公開されるインサイドヘッド2をご紹介いただきました。はい、町山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもでした。以上、アメリカ流れ物でした。